はい、こちらの方がね、応神天皇陵でございます。応神天皇陵は後で見ますけどね、この前にね、梅塚かな、これは梅塚と思いますけどね。はい、ちょっと渡りましょう。これも前方後円墳でございます。これもそこそこ大きいですよ、これね。前方こういうふうやけど何もないですね。え、何にもないね。おかしいね。前方こういうふうにございますから、こういうふうの方が高くなってますね。ちょっとね、そこそこ大きいんですよ、そこそこね。これ以前ずいぶん前に、ね、一回撮ったことあるんだけどね。これが大鳥古墳っていうか、大鳥古墳なのかね、ちょっと分からんねんけど、大きいね、これ思ったよりも。回れんのかな、中入ったらあかんのかね。ああ、この辺ちょっと崩れてますよ、これね。こんな感じでございます。ちょっと回れそうないね。回れんのかな、これ。こっちから行けんのかな。こんな感じでね。この古墳の名前なんだろう。大鳥古墳やろうか。ちょっとわかんねえ。もう高いね。高さ10メーター、十数メーターありますかね。ほら、ここが残ってるのかね。もうちょっと隙が減ってるね。これは公園墳なので丸くなってますね。お、そこ出られんかい、ここ。おお、ちょっと出れないかもしれんな、これ。困ってきたけど、もうね、残れるような感じやけど。あら、出ればへんわ、これね。え、車がバイク来んのかな。バイクのお兄さん来るみたい。こんなんですか。そこそこ大きいね。バイクのお兄さん来んのか。じゃあここへ行くんだったんですね。おお、一周回りましたね、これ。これは興奮の名前わからんな。ああ、前方興奮でございます。一周回りましたけどね。看板かなんかはありませんかね。看板は。おお、看板ありますよ、ここに。こっちあるんかいね、看板。はい、ありがとうございます。看板看板。あ、大鳥塚と思うんかい。もう間違いない。これやわ。これ見に来たんやわ。110m で見に来た。まあそこそこ大きいやね。もうちょっとあるかと思った。110m しかなかった。こんなんですわ。110m で、後のサイズは変えてないな。110m やからね。去年回ってる時は 110m なんかはもうね、あんまり小さすぎて頑丈なかったでしょうかね。こんなんか石碑が立ってるんですよ、これ。ほら、
史跡大鳥塚湖で踏んだんです。こちらがこちらの方がね、興奮の方が興奮ね。これでしたか。すぐ横でしたね、大神殿乗るようなね。大神殿乗るようになりました。このお兄さん、なんかカバンあげる人いないよね。ねえ、あかんのですよね。大変だよね、これ。ここが事務所があるんだよね、都内城の。都内城の後で回りますよね。あの横の方のね、古墳がいっぱいあるんだけど、ちょっと次入ってみましょうかね。はいはい、これはここで切っておきますね。ありがとうございました。これね。